皆さんどうも、トイヒーさんです。皆さんどうも、バカバカプーバカチンです。皆さんどうも、ツルツルピカン先生です。皆さんどうも、アゴアゴボーンツッコミンタロウです。今日は桃鉄やっていきましょう。今回いよいよ30年目、今までの結果がこちら。僕のダントツ1位だよ。しかしまだ何が起きるのかわからないから、面白いのが桃鉄。先生の赤のグラフとか見たら恐ろしすぎだもんね。そうなのだ、僕だって優勝のチャンスはあるのだ。バキンはどうせまだまだ下へと落ちるだけでしょう。そんなことないよ。あ、なんか始まった。持ってるカード1枚あげなきゃいけない残念なイベントだね。仕方ないな、バカキン、カードもらってあげよう。じゃあイエローカードをどうぞ。1位にあげちゃってどうするんだよ、バカキン。ダメだこりゃ。残り68、かなり遠いけども、先生にはカードが山ほどあるのでした。さあ、まずはアティケーヨタブヒニタ。先生何やってんだよ。先生反則負けたから。今んとこ1位なんだから、ちょっとくらいいいじゃないの。いやいや、ただでさえキングデビルが2体もついちゃってるんだよ。それはダメでしょう。物件買うのも危険だよ。ああ、サイコロ振ってマイナスのやつ、これはきつすぎる。そしてデビルたちにお金も取られていく。なんだよ、一体だけになるのかよ。じゃあ買っとけばよかったかな。残り43、まだまだ遠い。カードさえあればなんとかなりそうなのにな。厳しい戦い。物件は買えないよ。残り53、急げ急げ急げ。6、一気に大移動だ。そしてカードもイカだ、ゲットしちゃったよ。バカキン、運はあるからな。ちゃんとプレイしてればもしかしたら1位だったかもしれないね。ほんとバカキンで助かった助かった。一気に26。さあヘリポートいけるかな。お、いけたぞ、やった。これで大移動だ。ヘリポート遠くだけありますように。おお、荷物あったよ、やった。一気に追い抜かれた。残り55、もう諦める。さすがにカードなしはきつすぎるね。まあ仕方がない、とりあえず次ボンビ捕まえように頑張っていこう。もうお金は大丈夫そうだから、買い占め買い占め買い占め祭り。ああ、またお金取られる、厳しい。ああ、10億。でもキングデビルいなくなったからプラスだね。いやいや、思いっきりマイナスだよ。残り37、僕は結構近いからまだ大丈夫そうだな。カードは、最悪なカードをやらかした。じゃあ僕は星飛びだ。みんなどんどん近づいちゃってるな。で、全部遠くて助かった。まあバカキンも運が悪い時だってあるよね。もうバカキンじゃなくて運悪キンだね。残り2、頼むから出てくれ。ああ、ダメか。仕方ないから通り過ぎて行くしかないか。先生、今の右から行ったらいけてたよ。先生がバカキンじゃん。ってなんだ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 こいつ。買い占めたから武田信玄が出てきたんだね。こいつは何をしてくれるのかな。早速なんかするみたいだな。みんな一気にゲームオーバー、僕の勝ち。そんなことしないでしょう。封印カードでみんなカード使えなくなったよ。ナイスな、ハゲマッチョくん。武田信玄をハゲマッチョって言うなよ。カード使えない間に一気に行くぞ。第一からよ。もうやってられません。でもカード売り場行けたから全然いいか。サイコロいっぱい増やせるカードを買いまくり。そしてボンビはなんだ。ああ、またお金取れるやつだよ。こればっかりできつすぎる。残り35だからな。もうゴールしてもらった方が良かったよな。物件はちょっとだけ買っとくか。カード使えないから飛べなくなっちゃった。だけど5が出たよ。僕はまだまだ進んでいくよ。あ、ぴったり出た。次使おう。カード使えないの忘れてる。さすがバカキンって言ってる間に先生がゴールしてる。嬉しい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 よ。こっからやってんだ、頑張るよ。ああ、ボンビ僕の人生は終わり。
次のゴールは誰の近くになるのか。群馬ならドヒーさんか。チャンス到来、優勝確定。全部一気に買い占めだ。残り12だ。ラッキーコッキーおいしいし、あー惜しいな、あとちょっと。これは先にゴールされちゃいそうだね。頼むからもっと違う場所になってよ。ボンビーうんち、これでみんな進めまい。残り30、厳しい戦い。しかし先生がカード使えないのが唯一の救いか。残り27だったら僕もゴールできそうだ。さすがにもうドイヒーさんがゴールしちゃうと思うけどね。次でゴールさせていただきます。せっかくゴールしたのに一番遠くなっちゃった。カード使えたら話は別なんだけどな。じゃあまたヘリポートで飛ぶ作戦はありかもな。ここら辺ぐるぐるしておこう。残り3、ゴールさせていただきますか。ああダメだった。仕方ないから物件買いに行くか。そこら辺に泊まって銀次出てきても困るもんね。買い占め買い占め買い占めいけるぞ。やっとボンビお手柔らかにね。カード安いやつにして助かった。先生にはもう抜かれない。すいません、機材のトラブルで飛んじゃいました。なんかよくわからんけどお金いっぱいもらいました。僕もゴールだ。急げ急げ急げ。おおさんだ、もうすぐゴールかな。カードもやった。次こそ絶対ヘリポート。いちかさん、うん、いや6か6だといけないんだ。仕方ないから赤に行って次に期待するしかないね。結構額がでかい。もうゴールだーってまた出てきたよ、ハゲマッチョくん。次はなんだなんだなんだ、バカキンがどうしたんだ。サイコロの数字だけ戻すって。先生にして欲しかったな。先生めちゃくちゃ来るから許してよ。こんなに移動できてありがとうございます。後ろ行ってるから俺はおかしいでしょ。じゃあ3を出しちゃおう。おお、あとちょっとなのに。お金減ってきたから物件買うのも怖くなってきたね。ああ物件売らないでもったいないから。うわ高いの売られた、きついな。なかなかゴールしないからこれはワンチャンあるかもしれないか。やばい、近づいてきてるからポリポリしてらんないな。うかうかしてらんないなでしょ。ポリポリは全然違うから。あれ僕残り38だったっけ。さっき武田信玄にやられたの完全に忘れてるのか。次こそヘリポート一華さんお願い。あーやだー、これで一気に移動だ。どれもそんなに近くない。だけど銭箱が今よりはまだマシか。ここに移動だ。まさかの先生、北海道に大移動。もうゴールでしょう。なんだなんだなんだ、トイレからカードもらえるよ。おならカードでみんなぶっ飛び。カードはいっぱいだからバンクさよなら。頼むからもうゴールさせてよ。あーまだダメだ。かなり手こずってるね。まあこの方が動画としては盛り上がるからわざとです。嘘つくんじゃないよ。物件ちょっと買って終わり。ボンビーはまた物件売るのかよ、勘弁してくれ。億単位のやつがどんどん売られていく。カード使えるようになったけどいいカードを持ってないんだよ、残念だよ。とりあえず頑張って近づいていくしかないか。僕もカード使えるようになったよ。じゃあ吹っ飛んでっちゃうよ。ぴったりカードで吹っ飛びだ。バカキン一気に来ちゃったよ。だけどボンビー連れてってくれたからよかったか。サイコロ大きい数字やった。でかいの出ちゃダメなんだけどね。先生もカード使えるようになったぞ。こうなったらまたエアポート目指しかない。その前にイエローカード、あとはロイヤル EX ででかい数字を出すだけ。そしてエアポート行けるかな、頼むぞ。ああダメかよ、あマジでか。じゃあもう普通に進んでいきますか。それでもかなり進めるからね。みんな一気に来ちゃったよ。もうやってらんないな。
誰がゴールするか分かんなくなってきたね。残り5、ほんと頼むって。あー、ダメかよ。あー、もう決めた、絶対データ消す。1位なんだからいいじゃない。残り15か、急がないと誰かがゴールしちゃいそうだよね。間に合うかな。僕がもうゴールしちゃうよ。こう出ろ。ダメだった。もうここ時間かかりすぎじゃない。誰かゴールしてよ。飽きるんじゃないよ。残り18ならいけるかもしれない。ロイヤル EX 奇跡を見せてくれ。20、これならいけるんじゃないの。お願いします。ダメだった。だけど先生もめちゃくちゃ近づいたな。こんなの近づきすぎだから、犯罪だから。桃鉄罪みたいなのってないよ。次こそゴールだ、お願いします。何回やったらいいんだよ。キングボンビーつくぐらいついてないの。キングボンビーつく方がついてないよ。僕はまだゴール遠いのか。厳しいな。まだゴールしないこと祈るしかないのかな。僕が次こそゴールだ。おお、ダメでした。みんなゴールできないなんて何かの呪いか。物件買って終わりだ。また高いのから買ってるな。残りに行く。ダメだ、厳しいな。やっぱり呪いだ、ハゲたムキムキのおばあちゃんの呪いだ。そんな呪いなんてないから。残り5を頼むって。ああ、まだダメ。本当呪われたようだね。物件少し買って終わりだな。このまま行けばゴール狙えるかもしれないな。だけどこっちに来ても呪いでゴールできないけどね。ここはカード買っといた方がいいか。よし、特急車を送っとこう。残り4だ、やった、ゴールだ。あー、やった、本当にゴールだ。音いかれちゃったか。ということは僕はボンビーか。次の目的地はどこになるのかな。沖縄、みんな遠い。物件買い占めだ。次は残り70、遠くなりすぎだから里帰りは飯塚ということは九州か。これはもう使っちゃった方がいいな。いけいけいけ。先生が一気に近づいてるな。よし、次こそゴールって。残り69、めっちゃ増えてる。なんでバカキンがさっきゴールしてるから見てなかったのかよ。サイコロ増やして進んでいくしかありませんな。さあ、カードは何が出るかな。まだ銀河鉄道カードとか見たことないよね。さっきカード買ったから勢い回していくぞ。おお、でかいスタジー、これは嬉しい。ボンビーもつけれるぞ。僕につけたのかよ。もう死刑確定です。大犯罪者じゃないんだから。僕はいいカードあるかな。あ、星飛びカードがあったよ。これで残り37までいける。ありがとう。バカキンに一気に行かれてこいつはまずいな。僕も特急周遊いっぱい買っておこう。期待カードも買っておこう。残り37、まだまだ沖縄だから遠いな。でもロイヤル EX なら一気に行けちゃうね。さあ、ここの物件を買い占めだ。残り60、結構厳しいな。でかいスタジガンガン出していくしかありませんね。もう二度とボンビつけないでくれるかな。あ、そして右に逃げれば次つけられないか。そこに逃げられちゃうときついな。物件はちょっとだけ買って終わりだ。ボンビつけれないな。おーおーおー、明智光秀が来てくれた。彼は何をやってくれるのかな。おかず味噌屋がどうしたんだろうな。お、安く買えるということか。やった。さらには独占助かるな。またズルが始まったのか。ドイヒーさんにだって武田信玄いるでしょうか。ボンビーはつけれないが、ここにいれば抜かすことはできないでしょう。
ボンビーはクイズか。やばけ、どこかわからないよ。適当に行くしかありません。あーどめこー。そしてやってきました、決算物件から入ってくるランキングはこちら、総合ランキングはこちら。お、ドヒーさんが落ちてきてる。キングデビルがかなり効いてるのかな。まだまだ僕が1位だと思うけど、次回もお楽しみに。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。